ショータイム伊藤編の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、これ1時間ぐらい前にも動画を撮ってたんですけども、はい、なんか落ち込んでますみたいな話をしてしまい、うん、テンション低く始め、はい、で淡々と終わるみたいなのをやってしまいました、はい、で、うん、またこの気持ちは同じまま、うん、なんかその生きづらいなんてねえんだよみたいな動画を今まで撮ってきていて、それはなんか僕の中では若干強がり的な部分もあって、あの引き寄せマーフィーを信じている僕にとっては、言うと来るって言うじゃないですか。はいはいはい。とはいえその生きづらいがわからないでもない、言わないけど、まあ僕もでも似たようなもんですよ。はい、多分生きづらいって思いたくない、はい、言いたくない、思いたくない、はい、苦しい状況っていうのはいっぱい来るわけじゃないですか、はい、それを生きづらいって言いたくないみたいな、はい、強がり、はい、的な部分もあります。で先ほどの動画ではその、よく生きづらいで、はい、うん、コメントをいただく、うん、INFP のはい、紹介をさせていただきながら、うんうん、なんかその普段自分が得意なことでやってる時には、うんうん、多分、うん、調子が良くて、うんうん、気持ちの調子も良くて、うんうん、で、苦手な部分を使わないといけない時、うんうんうん、っていうのが、うん、多分生きづらいのかもしれませんねみたいなのを話をしていて、うんうん、先ほどの動画が終わった時にふと思ったのが、うん、なんかその今淡々と動画を撮って1時間で終わって、はい、でまたこれからこの動画を撮ろうとしてるんですけど、うん、なんか苦手な時っていうのは、うん、あ、なんかその落ち込んでる時とかっていうのはその苦手なものを使ってる時の自分で、うん、なんかそれがうまくできないから、うん、あのうまくできないと思ってるから、うん、その落ち込んでるのであって、うん、でもその今思うとね、うん、今ちょっと思ったのが、うん、でもなんかそういう時って淡々と物事ができたりするんです、うん、はいはいはい、なんか苦手なものを使ってる時の方がスルスルスルって、うん、あでも苦手なままだけど、うん、その時はそれでなんとか、うん、なんていうんだろう、あでもなんか分かる気がします。というかなんかあのうちの動画とかでも、はい、二等兵がこう落ち込んで、はい、これやったらダメだったみたいな落ち込んだ後に、はい、こう淡々となんかやりだすと、はい、ヒュヒュヒュって伸びたりするじゃないですか。なるほど。あの皆さんテンションが高い二等兵は嫌いですかね。あの嫌いとかじゃなくて、はい、なんかそういう時の方がちゃんとやるべきことをやってるのかなみたいな。あとなんか今思ったのは、うん、なんかよくできたもんだなと思って、はいはいはい、あこれをよくできたもんだなで、うん、終わらせない方がいいかもしれないですね。だからテンションの高い時っていうか、はい、まあいい時状態、心の状態がいい時でも、はい、それを意識したらいいのかもしれないじゃないですか。なるほど。いい時の方が得意なものばっかり使おうとしてるのかな、はい、どんどん偏っていっちゃう可能性はあるじゃないですか。そうですね、はい、そうです怖いですねっていうのはあるのかなって、はい、でこう落ち込んだ時の方が苦手な部分を使っててちょっとバランスは取れてるみたいな。そうっていうのを今先ほど動画を撮って、うん、パッと終わった時間を見たら1時間だったんです、うん、はいはい、ちょうどちょうど、うんうんうん、でこれもまたなんか気持ち的にはもう今、はい、淡々モードなんですね。はいはいはい、はい、うん、申し訳ございません。でもまああるかもしれないですよね、はい、調子乗ってるとこう動画も長くなるしみたいな、2本撮れたとか無駄な話がね、二等兵のね、2本撮れたとか1本になっちゃったみたいな、で結局撮れたから1本分ですね、1本分みたいなのはあるのかもしれないですね。それはね、うん、あのよくできたものかもしれない、はい、だからこの生きづらいと思ってる人たちも、うん、もしかしたらそれはその時に、うん、あのうまくやろうとしてるのかもしれない、逆にいい状態かもしれないですよね。その時の自分が、そう、うん、だからあまり生きづらいっていう時は多分、はい、あそれは今こうやって思いながらうまくやろうとしてるんだねっていう時なのかもしれませんね、うんうん、ハイノイトさん、あ、ミリメちゃんおはよう、コウタさん、アイさん、カオルくん、タコタコさん、ブニャさん、ピーちゃん、あ、ベガさん、ごきげんよう、ごきげんよう、
ニトリさんは落ち込むときは落ち込みますよ。結構ありますよね。ある。はい。頻繁です。うん、結構。多分僕の方が落ち込まないですもん。かもしれない。はい、あ、確かに辛いことがあったら辛いと言えばよくて、うん、生死の話に結びつけると辛くなりそうですね。うん、なるほど、うん。強がってる試しですかね。ああ、うん。でもなんかね、やっぱりマーフィーを信じる者としては、うん、いかんいかんと。あ、わかります。はい、うん。